待たせいたしました、ネオクラシックチャレンジ。プロデュースフロムロングメイキングプロセスフロムファーメンテーションファーストアンダーネオラムスチンフィースフォーミスターティンエンドメイクザグッドフォームネオンロブロイ。華やかな香ばしさと苦みがアロマティックビターズのニュアンスを含み、使用期限も延び、ミキサーとしてもモクテルとしてもお楽しみいただける万能なアイテムをお作りしました。お作りしております。綿飴をカクテルに添えて、今回はジョニーウォーカーのラベルを彷彿とさせる形のワイングラスをご用意いたしました。ステアすることにより全ての材料の香りを開かせていきます。こちらはアロマセラピーにも実際に使われており、心を落ち着かせる効果があります。ありがとうございました。それではこれより電ボクシチャレンジを始めさせていただきます。I will cut the cucumber in piece. 少しバジルも入れます。シャインマスカットギャザー、ハニーマスタード美味しいですよね。シトラスハートも強調してまいります。ラズベリーのジャムを加え、シナモンなどとなります。 To get the gold sign from you to the Shanghai。 ジャパンファイナル2日目を始めさせていただきます。Your father. ショータのショータイム。ショータ。一般には流通していないものを使用しております。ステアをすることでドンフリオ1942のフローラルの要素、こちらを開花させてまいります。本日使用する材料はライムと砂糖のみです。マジスティックネイチャーでございます。このカクテルをどうぞお楽しみくださいませ。高品質なプレミアムテキーラを作ると決めたその年をボトルに刻みました。こちらの宝石のように輝くスタールビーをカクテルに添えて、ウニと文字用のアイスです。盛り分けてまいります。さあ、緊張の瞬間ですね。夜光木上口健太さん、グレースノート山崎はじめさん、レズン東京中村ひろきさん、ブルガリ銀座バー石岡雅人さん、総合優勝者はブルガリ銀座バー石岡雅人さん、おめでとうございます。 Congratulation。 さあ、優勝トロフィーが今贈られました。それを高々と掲げております。優勝されてその後に作る1杯目が私の作品からインスパイアっていうのは本当に幸せなことなので楽しみにしてます。今日散々いろいろ見てくださったと思うので、シェイクするときはお手を頂戴します。石岡さんの未来に乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。今のお店ホスピタリティをすごく重視してまして、その人がどう感じてるかっていうのをすごく意識して仕事してるんですけど、それがなんか今回の大会においてすごく伝えたので、世界大会行った時は本当にもう世界チャンピオンを目指してやっていけるように頑張りたいと思います。